はい、ピースケでサクスペやっていきますということで、今日は、おすすめデッキ紹介、まあ、ちょっと遅めではあるんですけど、うん、まあ、ちょっとやってみないと分かんないところがあったんでちょっと遅くなっちゃったんですが、はい、やっていきます。今36位まで一応つけてて、一応ね、まあ、金徳成功までいってって感じなので、まあ、まだ伸びしろあるっちゃあるって感じです。まあ、こっからはでも結構、まあ、あと30メートルで10位以内って感じだったんで、うん、まあ、あとは投手得のとかかな、野手は大体全部取ってたと思うんで、まあ、あと金徳がまだ全部取りきれてなかったりとかはしてるんで、組み合わせの方は取れてるんですけど、残りの余った分とかが取れてないとかがあるんで、まあ、そこで、まあ、もうちょい稼げるかなっていう、はい、感じの状態でございます。はい、で一応デッキが今野手はこれでやってて、でドモン借りてるって感じなんですけど、まあ一応いっかこれで、はい、でこれ見やすくていいよね。うん、その走り屋と、一発と、あ、上から3つかな、上から3つ取るような感じの編成でやってます。はい、でまあアスレのキャラ1人入れないと金属かけちゃうっていうのはある。まあ組み合わせね、切磋琢磨取らない人が多いと思うんで、まあそんな気にしなくていいとは思うんですけど、うん、っていうのと、まあ点数稼げる勢ですね。うん、で1個余っちゃったんでカミラを電光石火虹にするって感じで、まあ点数出しやすくなるんで、入れてるっていう状態です。はい、かな、まあベターなのがこっちかな。まあほぼテンプレでいけるので、うん、それがいいかな。まあうん、そうだね一応縦足引く前は、まあこうちょっとこれがね結構点数が全然出ないんですけど、ハマったら強そうなんですよねっていうのがあって、これだと、走りや一発、キャプテンシーとさらに下のあの孤高の点取り屋まで一応取れるような編成になってるんですけど、ちょっとねきついんだよね。まあ、成功しづらいっていうのと点数出づらいっていうのが両方あって、でうん、まあ、あとイベント重くて完走しない可能性もあるとかで結構きついんですけど、もし通るようだったら、そうね、最大値なのかなっていう感じはするんですけど、まあ、これで2万5000点以上出す未来が見えないっていうことで、うん、ちょっとどうしてもね伸びしろなくなった時にやろうかなって思ってます。はい、でその前がこれでやってましたね。あの縦足引く前にやってたやつで、まあ、これの時は、まあ、一気に2個サイガーで取って、走りやなんだ、あこれはね借りてたのが、あれこれ縦足借りてたのか、これ多分縦足借りてたかな、うん、走りや一発、そうだね、キャプテンシーですね。まあ、ここで情熱エールとか取ってたので。で、まあ、これがまあ580ぐらいはいけたっていう感じなので、まあ、縦足引いてない人とかはおすすめにはなるのかなって感じです。はい。野手はまあこの3つかな。まあ、とりあえずこっちでいけるとこまでやって、まあ、伸びしろなさそうだったら、ちょっとこっち、こっちでもう、最後追い込むっていう感じでやろうかなって思ってます。はい、で投手はもうこれで一応やってて、むずいんだよね。あこれあれか、切り替えないとダメか。投手はこれでやってて、まあ、一応まあいろいろパターンはねその人の手持ちであると思うんですけど、これで一歩かな、これで一歩でやってて、まあ、ギアチェン取って復活取って、うん、毒系とカイドウが、まあ、この子はやっぱハマってるよね今回。毒系とカイドウ泉ちゃんでマイブレ取って、なんだっけこれ精密機械かな、
違う、精密機械じゃない、金縛りだ。金縛り取って精密機械を虹にするみたいな感じでやって528かな、はい、に一応できたって感じですね。うん、こっちはだから余るよね。復活キャラなんかもっといいのいないかなとか思ったんですけど、本当はマグロとか使いたいんですけど、ただ前がちょっと多すぎてこっちにしましたって感じです。はい、でまあ今の場合あの6上限とか、球速は160でいいんだけど、うん、コンスタは上限までであのメートルがね追加されるんで、まあ、基礎値はもう上げれるだけ上げるみたいな。球速は160で止めて、これのあの最大メートルですね。野手だと101、投手だとスタコン、まあ総編は15以上か。はい、オリストも含まれるのかな。でやって、まあ、あとはここ組み合わせてどんだけ、まあ、緑とかも取ってっていう感じ、まあ、あと何点取れるかって感じなんですけど、うん、っていう感じでやってます。投手なんか他にいいデッキあるかな。もう最初ねあのカジ君とかで金徳もう一個取れるからってやろうと思ったんですけど、成功全然しなすぎてちょっと諦めたっていう経緯があるんですけど、うん、まあ、マグロとかの方がいいかもしんないんだけどね、復活だけ見ると、まあ、ただ全体で見た時にちょっと、まあ、同エミってコントロール上限とか取りたいとかがあって、うん、こんなデッキになったって感じかな。違う組み合わせの方がいい場合もあるかもしれないですけど、この尻上がりとか限定特急とか二刀流とかの方もあるかもしれないんですけど、はい、まあ俺の場合はこれで、やっておりますっていう感じです。はい、なのでね、他におすすめとかいるかな。投手はちょっともうわかんない正直投手はわかんない。まあただ柳生ちゃんさん強いかなっていうふうに思ってて、柳生ちゃんとか泉とかあと古賀ちゃんは野手のアスレの強化でも結構使われてたキャラなので、回復多いしね、回復多いし、まあ、いぶれくれるってとこで結構ハマってはいるので、うん、おすすめキャラかなっていうふうには個人的には思ってます。はい、一歩はやっぱ必須かな、投手は、うん、特に投手もマジでいないので、あのアスレのキャラが、うん、金徳かけちゃうんでっていうとこだと思います。はい、こんな感じかな。本当は練習改革とかつけた方がいいのかなっていうのはあったんですけど、うん、ちょっと無理だったね。うん、で2万ね、2000ぐらいしかいかないな頑張っても、うん、正直上手い人は2万5000ぐらい乗せれるのかな。まあでもそれでもは割かし投手は全部取れるんで、まあ野手どんだけ取れるかっていうところで勝負なのかなっていう感じはしてるんですけど、うん、って感じですね。まあ、野手の方はまあ全部101まで上げて査定は全然 SSQ 超えるんで PG4 とか5とかなっちゃうんで、まあ、あと投手どれだけ緑どれだけ取れるかみたいな、はい、ところの戦いになってくるのかなっていうふうに思ってます。まあ、あとこの爆地デッキをどうするかっていうとこかな。でもいないキャラはやっぱ組み合わせがね、ドモンと縦橋、まあ、野手は特にあの入れやすい組み合わせになってるので、まあ、その辺入れてあげた方がいい、入れてあげたいっていうか、まあ、持ってる人の方がまあ有利なのかなっていう感じはするんですけど、うん、まあ、モコも意外と入れやすいか、うん、で あえて多分一歩入れづらいみたいな感じにしてると思うんですけど、うん、こんな感じかな。あと一発逆転応用員か、まあ俺は社長がおすすめなんですけど、まあ何人かいるっちゃいるので、まあ誰でもいっちゃいいか、そんなにってとこかな。起草もまあそうだね、まあテニスだし回復多いし、うん、井戸端さえ乗り越えれば全然いけるので、こいつがいいかな。まあ、でホムラとか入れてスイープの編成するんでも、まあありっちゃありなのかなっていうふうには、ってなるとまあこういう荒方とか、うん、
もありだと思うんで、まあ、結構みんなそんな感じになるのかなっていうふうには思っております。以上です。まあ、あとはもう点をひたすら出していっぱい取るっていうところだと思うんですけど、はいって感じかな。うん、以上です。まあ、なんか質問とか、手持ちこいついないんですけど変わりますかとか、なんかコメントいただければできる限り返したいと思いますので、はい、お待ちしております。はい、では皆さんピースの一日をお過ごしください。バイバイ。